今は警戒態勢中だよ。また強がりって、あずちゃん隠し事に向いてないんだから。聞こえない聞こえない聞こえない。でその鍵になんのが、バカ宮子、うちの作戦に乗る気は？それ得意。うちミリシティにオーディションを受けに行くだけだよ。基地の案内お疲れ様。この基地のワルキューレか？はい、挨拶が遅れてごめんなさい。渡来園香です。ピンクのとか。ヨエクラウすごいね。何がだ？あの班長が頑張れってすごい期待されてるじゃん。珍しい。期待？あれで？してるしてる。クラウディアさんですよね。あ、すまない、名乗り遅れた。クラウディア・ブラフォードだ。私はクラウって呼んでるし、ソノもそうしてあげなよ。あんなに。よし、やるぞ。わかったのか？そりゃ確かにね。ただクルミには謎が多すぎるわ。だって誰かが助けてって言ってる。お前には悪いことしたな、シュレヒト。なんだかたくさんいろんな声が聞こえる。うるさい。なんか意外。あ、注文いいですか？私にこんなことさせて、勘違いブスの滑稽な姿を笑おうって言う。神は俺だ。ごちそうさま。私基地に戻るね。いっぱいごちそうになっちゃったし、来てよかったね。ベースいっぱいだね。ちゃんとここで暮らしてる人たちが元気なことだけど、クーちゃんも分かったでしょ。ルーユちゃんね、カフェを見つけて戻ってきたら真っ先にデルミンちゃんを探しに行ったんだよ。大丈夫大丈夫、怪我人の特典ってみんな許してくれるってば。ミコちゃん、きっとデルミンちゃんのために一生懸命だったんだよ。うん、私もそう思う。でも神様がいる世の中だもん。うわあ、よーしやるぞ。皆さんは神殿へ。神殿なら襲われることはありません。うむ、我がマスターと何よりこのネメシスに感謝するがいい。どうしたんですか、朝からいきなり。ティグル様らしくないですよ。私はネメシス、エンブリオ、タイプメーデンウィザー。じゃーん、占い魔女っ子さんの占いチケットだよ。しかも2枚。占い？なんでもないわ。ふむふむ、これだけ人間に近いガードナーもレアだな。どうしようかな。姉の特権と言っていたです。エブリ、怖っ。女の子に朝起こされると男の子は幸せになれると聞いたです。ソータ君の幸せのためにナナミちゃんも一緒に起こすです。折れたらパニックになる。ああ、ちょっとかっこいいな。くるみ一緒に。さっきたけしと何を話してたの？次の結果、つまきにしたソータ君にメグちゃんを乗せ、それを私と菊野先輩が二人三脚で引きずっていくことになった。スイーツタイムか、それはいいな。ねえ、あなたって好きな人いるの？アジリティ15。早く生まれるんでちゅよ。とにかくここから移動しようか。私がもっと強ければよかったのだ。恐ろしいのだ、私がプレイヤーでなく。そんな、好きな人なんて、私そんな。もういい。高速だからだろ。これでもっともっとみんなと仲良しになれるね。はーい、ママ。アルファもうしっかり覚えたよ。村の南入り口側から6番地がノイレス口店、次にメイズ乳製品販売所、5番地は8年前までよろず屋だったけど現在は閉店して空き家、続いて関東商店は野菜の種や農具を扱っているね。ちなみに先日店主がびっくり腰になった。やだ、帰ってこなきゃやだ。やっぱりそうだったんだ。私バス通学しててね、こんな人がお兄さんだったらいいなっていう人が毎日同じバスに乗ってたの。またクリーチャーが増える。当たり前だろ。なんかさ、コーラマルと俺の気持ちが一つになるっていうか、全身がブワッと泡立つみたいな感じなんだ。本当に謝らないでよ。
デッキーが戻ってきてくれただけで嬉しいんだから。戦争終わった。よく頑張った。君とコーラ丸は。あの子誰だろう。そうそう、ふわっといい匂いがして超美人だった。サードフェザー入るべきだったかな。うん、ごめん、早く行かなきゃ売り切れちゃうかもだよ。てか翼先輩に憧れすぎ。だって圧倒されちゃった。知ってる人？うん、でもなんかちょっと親近感湧いちゃったかも。今日はその用事があるから。そっか、残念。じゃあまた明日。アイヤちゃんはさっきの子は知り合い？ガス言ってるといいね。だね。そっか、対人戦って方法もあるんだね。ネプテューヌ、こちらの皆さんは？私のお友達のアイちゃんとコンパだよ。あなたたちがネプテューヌからいろいろ聞いているわ。お店をやっているんです。やっぱり一人って最高。本当に見てもらえてるんですかね。もう繋がってるよ。あ、本当？ラブライブ東京予選に出てるみんな。だから言ってるでしょ、より高次元の存在に近づく。わからないうちに桃のゴリゴリ飛び道具修行を受けることになっています。公園で落ち込んどったの我が元気づけてやったやつか。本当ですか？なれねえよ。女の子っぽい格好だけでもなんか恥ずかしいのにさ。分かったぞ、その格好は変な格好じゃな。まだ勝負は終わってない。嘘でした、余裕なんてありませんでした。わー、偽物みたいになるなんてまっぴらごめんだ。ここから絶対出ない。なんでもあらへんよ。今なんてももかちゃんだけだと思う。何弱気なこと言うてるんや。二人とも仲間を助けるために最善を尽くすのがヒーローってもんやろ。あ、なら好きな人のペットになりたいです。暴走トラック確保。たくせにずっとあんなことばっかり。魔術師同士の決め事を保護にするなんて信じられない。じゃあ次はハユで。意味がわからない。おい、久しぶりに翼のシャドウ見たわ。やっぱつっ嫌い。システィ、私は、私お役に立てます。亡くなっちゃったんですね。これは誰にでも起こる、とてもありふれた私たちだけの物語。あなたが目覚め、夢だ。先に進まなきゃ。バトルはまだまだ、ここからだぜ。 BMA スタッフが言わせてもらう。次から次へと無茶ぶりばかり。我々はもう限界だ。